前方にあるのがパイソン5、パイソン5パイソンは、イスラエルのラファエルアドバンスドディフェンスシステムズ社で、開発された、短距離空対空ミサイル。前作のシャフリル1及び2の経験を生かして、開発された。初期型は、パイソン3であり、発展型のパイソン4およ及び5がある。第四次中東戦争までに、イスラエルは、AIM-9B を改良した、シャフリル2を、 開発、生産、運用していた。1970年代前半よりシャフリル2の後継のミサイルとして、パイソン3の開発が開始された。シャフリルが2まであったために、パイソンは3からの名称となっている。F-15D バズに装備されたパ、パイソン3パイソン3は、シャフリル2よりも射程が延長され、全方位能力を有するようになった。 全部に4枚のカナードを持ち、後部に4枚の安定翼を持つ。1982年のレバノン進行で、実戦仕様もなされている。中国でも Python 産業ライセンス生産にし、PL-8 として正式化されている。射程は 15km。PL-8、PL-8 を装備した J-11B 壁歴 -8 は、 中国の西安東機械工場によるライセンス生産型。1982年にライセンス契約が結ばれ、8号工程の計画名で1983年9月15日から技術移転を開始。1989年4月には技術移転を完了し運用に入った。以下の形式がある。F-15D バズの翼下に装備された。 パイソン4990年代より配備開始。全部に4枚ずつ2組のカナードを持ち、後部に4枚の安定翼を持つ。センサーは赤外線と紫外線のデュアルバンドに対応し、対妨害能力を向上、HMS によるヘルメットサイト照準にも対応する。撃墜率を上げるため、レーザー進化と、 着発進棺の2つの近接進棺を搭載している。Python 5 2000年代より配備開始。全部に4枚ずつ2組のカナードを持ち、後部に4枚の安定翼を持つ。完成後方装置を内蔵し、発射後ロックオン能力を備え、全方位能力のほか磁気後方証言を含む、全方位への発射能力を有する。誘導方式は、デュアルバンドに対応した。 赤外線画像誘導。オフボアサイト能力も優れており、センサー角は100度を有する。射程は 20km。ボーイング社の有価部に搭載される空対空兵器の候補に上がっており、少数がサンプルとしてアメリカに輸出されている。また、スパイダー MR 用として、ブンスターを装備し射程を伸ばしたパイソン m r と呼ばれるモデルがある。 スパイダーシステムのうち、ミサイル発射基本ミサイルの派生型として、スパイダーイコールサーフェース2、エアパイソンダービー地対空ミサイルシステムがあり、ダービー及び、パイソン5が、地対空ミサイルとして用いられる。日本のパイソン3を装備した中国海軍所属の J-8 戦闘級へよりシャフリル1、シャフリル2、パイソン3、パイソン4。 パイソン五群事研究2015年2月号、P40 から41ハットパイソン MR。ありがとうございます。